きました。おー、パスタ。はい。でもソースが別添えだ新しい。どういうことなんだろう、ね、パスタだよね。パスタです。これは静岡県富士市のご当地グルメでつけナポリタンです。へぇ、はい、つけナポリタン、はい、つけ、なるほどつけ麺とナポリタンのを合わせた。新しい新しい、なんかご当地グルメっぽいな、うん、美味しそう。そしていただきます。これ普通につけ麺みたいにすればいいの。はい。ナポリタン口の中がナポリタン、なんか目がもっちりしてる気がする。そうなんです。実際のお店とかだと、うん、中太のこうもちもちとした麺を使われてるんですけど、おそらく独自でこう開発だったりされてると思うんですけど、うん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 、難しいので普通のパスタの麺をお水に1時間ぐらいつけてから茹でてあります。あ、なるほど。だからもちもち感があるんだね。はい、美味しい。合うね、このつけだれと、うん、パスタみたいにプリプリの麺だと多分タレが絡みにくいから、うん、あ、そんな方がいいんだろうね。はい、うん、うん、トッピングもいろいろ楽しめて、蒸し鶏だったり、うん、チャーシューとか。あ、いいな、美味しそう。蒸し鶏のやつ食べたい。なんか卵が入ってるのとかもちょっとつけ麺感あるよね半熟にしました。うん、うん、半熟。美味しそう。うわー、うん、間違いないやつ。幸せ。これレシピってあるものなの？レシピはつけナポリタンの元祖のお店に行かれた方のレポートだったり、うんうんうん、写真だったりを見て、うんうん、オリジナルでレシピを作りました、ね。すごい、さすが麺の上に桜エビ乗ってるっても静岡っぽくて、うんうんうん、確かに元祖のお店は桜エビが乗ってて麺の上に。あ、そうなんだ、ね、なので、はい、乗っけました、うんうん、私、なくなった感触はこっち余っとるね。余りました、うん、雨組も余っだいぶ節約してきますこれで、うん、食べ終わった後にご飯入れたり、あー、ガーリックトーストつけたりもできる。いや、ガーリックトースト絶対美味しいでしょ、うん、こんな間違いないですね。温め直して、うんうん、絶対美味しい。残しとけばよかった食べちゃったやろうっとなんかね、2回3回楽しめるのもいいね、うん、結構味付けがしっかりしてるのでいろんなアレンジ効くんじゃないかなという。漬けだれで美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、今日はお家で手軽に作れる B 級グルメめぐみんのつけナポリタンでした。パーティーキッチン、他にも本格スイーツ、簡単時短レシピ、びっくりデカ盛りレシピなどなど、バラエティに富んだレシピ配信してます。気になるレシピがあるなという方はぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまた次回のレシピでお会いしましょう。バイバーイ。